今年の正月、1月1日にお母さん階段から転んでなんで家の前のキムチが一番うまいと思って梅屋じゃん扇動、うん、はしないでいただきたいですよねタイガーファンディング新しい未来をつかみ取れでは、どうぞ 今宵も一人の志願者が己の野望を胸に虎へと挑むではまずご経歴をどうぞはいえっ、ー、と金沢孝樹31歳東大阪住まい最終学歴は中卒えっ、ー、と現在の職業はパーソナルジムでえっ、ー、とアルバイトしてますえでは今回の希望金額と出資形態を教えてください有志で500万円でよろしくお願い,いしますあなたが思い描く未来の姿は 美味しいキムスサンドを広めたい。では、オールアナウン新しい未来を掴み取れ。キャッツアマンド。えー、では、金沢さんの簡単なご経歴を教えてください。よろしくお願いします。えっ、ー、と、僕は中学校を卒業してから。えっ、ー、と、鶴橋邸って言って、韓国料理の、えっ、ー、と、専門店で。働いておりました。えっ、ー、と、それから外回り営業を10年間やってました。そこで。 商売のノウハウをしっかり覚えたいなと思って、えっと、まあ、新聞っていうメディアが売れなくなったので、あの、今、友人がしているパーソナルトレーニングでアルバイトしてます。今回のビジネスプランを説明してください。えっと、350万円で新車のスズキのキャリアトラックっていう、えっと、キッチンカー専門のあの会社の、あの、作った車を購入します。 でそれで従業員1人と僕とキムチサンドを800円で大学回ったりオフィスの下で行ったりあのする感じですね売りさばく感じです、はい、今回はキムチサンドっていう話ですけれども、はい、なんかあまり聞いたことないんですけども、はい、これは金沢さんがなんか考えくて、はいはいえー、僕の家の前がキムチ屋さんなんですけど、はい、えとそこのご主人とすごい仲悪いんですよ仲悪いんだ、はいはい 仲悪くて、はいこう、お互い会っても挨拶しないみたいな、はい、そういう状況が10年ぐらい続いて、はい、でちょっと僕もそれじゃダメだと、もともと営業してる身であって、自ら挨拶して、はい、でそこの人もようやくこんにちはみたいな挨拶してきて、はいでまあ、家に冷蔵庫にキムチがあったのはお母さんが買ってきたり、お父さんが買ってきたりしたんですけど、はい、でそれで、 キムチを食べているときに、このキムチ、ブワイソーだけどすごい美味しいなと思って、で、そこから、あの、韓国行ったりして、いろんなもの食べたんですけど、いろんな、まあ、キムチとか食べたんですけど、ここのキムチが一番うまいなと思って。家の前のね。家の前です。へぇ<ー>あの、キムチって言ったら、その、工場のキムチで、なんかその、ブワーって巻いてるキムチがあるんですけど、ちゃんと中に一枚一枚こう、 めくって練り込んで、めくって練り込んで、めくって練り込んで、また裏も練り込んで。で、切ってるっていう感じなんで。ドラマで見るやつね。そうです。で、なかなかキムチも今高騰してるんで、あの、500g で1000円とか取ってるんですよ、貫橋駅で。で、僕もこれじゃあやばいなと思って、まあ、収録の前にあのキムチを仕入れに行ったら、あ1000円、1000円分くださいって言ったら、1kg 半ぐらいくれて、急に。それでちょっと、すごいなと思って。<laughs> ちょっとなんかいろんな話に今なってるかもしれないんですけど、事業プランの中で、はい、私は要するに安く仕入れる、キムチを仕入れることができるっていうお話が今、ここにあるんですけど、はいはい、それはご自身のうちの前のキムチ屋さんと、まあ、今は仲良くなったっていう関係性があるから、安く仕入れられらるっていうことなんですかもともと安かったんですけど、ももとと安かったあのさらに安い。 家の前だから多分安くしてくれるのかなと思ってそれ同じこと言ったのよそういう質問したいジェスチャーズっそのはいこんな感じで1,000円渡したらこんな感じでい。あそっかじゃあ金沢さんが仕入れるからしかも自分のお家の目の前だしだから他の競合より安く美味しいキムチが手に入るってことだそうです強みなんですね強みですねなるほどはい。じゃあ先に食べましょうかね はいまずはねはいはい、はい、じゃあちょっと準備してくださいはい自宅前のキムチ屋が作る絶品キムチがうまいその魅力に惹かれる志願者が生み出したのはこれまた絶品と誇るキムチサンド続く実食で虎たちの心をつかめるかこれは、はい、えー、何サンドって呼べばいいですかキムチサンドですドはいはい中に何が入ってるキムチ卵キュウリ 牛肉です、ね、牛肉はいう焼カルビですカルビはいで味付けはどんな感じなんですか味付けはえー、っとマヨネーズとはいえっと肉屋さんのタレですねお肉屋さんのタレはいあとマヨ,、はい、マヨネーズがあ上,上と下に入ってる感じですね、はい、でこれは今日ははいえっとトーストは 焼いてあるんですよね今焼きましたはい今焼いたはいじゃあちょっと暖かいからまだはいすごい食べにくいと思うんで両手でお願いいたしますはいでは島田さんからちょっと一口食べていただいて感想をいただきましょうはいはい初めて食べますはいいただきますよろしくお願いいたしますうんうんうんめちゃくちゃ頬張ったすがうまいですありがとうございます シャキシャキキですキムチがめっちゃキムチとトーストってちょっと微妙なねえ、はい、組み合わせなんだけどもこれがうまいですかありがとうございますまだうまいですまだうまい、うん、はい、はい、じゃあ高田さんはい両手ではい、はい、いただきますうんあ卵も合いますねうんなんか 卵と、えっと、キムチと、え、何のお肉でしたっけえっと、和牛ですね。和牛ですかはい。和牛のカルビカルビです。はい。牛はね、あの、少しいつも、重たく感じちゃうんですよ。でも、なんか、キムチがあると、あんまね、その、なんか、ジューシー感だけが残るわけではなくて、いい感じで調和してるかなと思いますね。美味しいです。ありがとうございます。いただきます。よろしくお願いします。大丈夫かないや、どうしよう。いきます。はい。 私実は辛いものそんなに得意じゃないんですけど、はい、これすごい食べやすいです,いす辛,い方辛いもの苦手な方もおすすめしたいなと思いましたありがとうございますいただきますはいこれはちょっとね歌舞伎町ホスト界のウォルト・ディズニーニュージェネレーショングループオーナー桑田流星年商14億緻密な人材育成と YouTube 戦略を駆使しホスト2.0時代を牽引 アジアのフィア城の頂点へと駆け上がるネオン街のイノベーターは何を思う俺はちょっとねなんだろうななんか木をてらってきただけなんじゃないのこれほんとさでもうまそうだなほんとにまずパンが結構おいしい、はあ、非常識な食パン屋さんってあるんでそこで指令 非常識な食パン屋さん,ん、はい、それをあの使って、はい、あのちょっと原価高いんですけど、はいうん、え本当にねパンがめちゃくちゃ美味しいですね<ー>すごいさすがそこを気づくのがねさだねちなみにだ肝心な中身はどうですか <laughs> えっと、はい、キムチとあのバターですよねこれ塗ってあのマーガーあそうですバターとあのマヨネーズですバターの香りがまずすごい強くてパンの香りもすごい強いで、はい なんかだからその分牛肉じゃないとダメなのかなっていうのはそこかなっていう、ね、なるほど。なんか全部味が強いですね、全部。はい。で、でも喧嘩してないって感じがいいと思います。美味しいです。素晴らしい食レポでした。はい。はい、さん。いやもう、そんな僕はめちゃくちゃいつも美味しいもの食べてますし。だって、キムチは普通、豚じゃん。豚キムチだし。だってキムチだったらご飯でしょ、普通。しかも卵も入ってんのそれは合わないでしょ。いただきます。 美味しい。<laughs> 美味しい。<laughs> な、ほら、こう来ましたか。なんか、うん。不思議ですね。美味しいんですけど、なんか、食べたことがないね。うん、思ったより爽やかな味がします。あの、野菜のおかげかな軽いですね。こんな、キムチと、何マーガリンとか何バターですかマヨネーズですかバターですか、いろいろ入ってんのに、うん 軽いですね思ったより、うん、美味しいですはいじゃあせっかくなんで僕もいただきましょういや絶対合わないと思ってたけど意外と合いますねありがとうございますはい意外と合うねこれうんうんいや美味しいと思いますこれ キムチだけをシンプルに売っててもいいと思うんですよねだけどこれが何でまたサンドの方に行ったのかっていうお話もちょっとお聞きしたいですねキムチはシンプルで売ってるのはつらわしい市場にあるんですけどキムチっていうのはそのアルコール、まあ、ビールのおつまみとかに食べるものなのでそのキムチサンドをあの流行らしたいってなっちゃったんですよ。 そうなんですよはい鶴橋に一軒あのロックビラって言ってなんかキムチサンド専門店じゃないですけどそこあるんですけどそこ高齢の夫婦の人がやっているのであのキッチンカーとかそもそもできないんですよねあキムチサンドをやってる老夫婦がいるんだあはい喫茶店出てきますね食べログ3.56そこはいつも満パンで入れないんですよほ<う>でそれキムチサンド目当ててくるんですよみんなはいはい、で1,000円で あのコーヒーつけてキムチサンドでせ、はいなんで実際そこに行ったあ僕は行きましたね1回だけえすごいですよ口コミが大阪遺産に認定したいぐらいのイノベーティブなキムチサンドだキムチサンド自体絶対利確できるんですよ何できる利確。利益確定で、はあ、あの800円で50食から 100, 100食ぐらいはあ売れるのでちなみに原価っていくらなですか原価大体350円ぐらいですね、はい、あさっきのサンド 1, 1個であそうです 3度が3つですね3つで350円350円ぐらいですあえ、さっきの大きさがさっきの大きさでいったら550円ですねあのながあの3人で大体1100円ぐらいですねえ原価でそんなすんのはい3人で3個でってことそうですね3個で800円ですさっきの大きさが3個で、はい、800円です原価が 原価800円ですあ原価原価,あ原価か原価八百円ですじゃ270円ぐらいなのそうですね270円から300円このかな高いですねそうなんですよでただ800円で売るっていう270円は800円で売るそうですああなるほどねまあ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 なんでかって言ったら、ね、そのキムチってあの辛いんで絶対リピートにつながるんですよ <laughs> だからキムチサーを食べてる人も <laughs>、うん あの毎,回同じ毎回同じ人が来てるんで。<laughs> うん、だキムスサンドに手を出す人はいないんですよ。まあ、だって、こ、こ、ここのロックビラさんがもうだって1位取っちゃってるからね。そう1店舗しかなくて1位と取ってるんで。うん、これで毎回やったら、あの、あの車さえ増やせば。 確実にいけるかなと思ってほう、はい、これロックビラだから売れてるとかじゃないのこれ全然ですはいあのロックビラはまあ美味しいですけどキムチ自体はあの家の前のキムチがうまいですよ、うん、ああなるほどねはい<ー>からのサンド全体のバランスも含めてどっちがうまいキムチが勝っちゃうんで結局あの僕の作ったサンドの方がうまいっすよ、ねうん、あなるほどね、はい、バランスは絶対自分の方がいけてると、はい、逆に家の前のキムチの方がそんなにこう自己主張が激しくないキムチだっていうことですかそういうことかあそういうことです <laughs> あのだから要はスーパーとかで <laughs>、うん、あの買ってるキムチはどっちかって言ったらその工場で巻いてるやつなんで全然味が違うんですよ。なんていうかその喋り方というか絶対うちのキムチがうまいですみたいなこうその時のなんか表情というか「株式会社 FC チャンネル代表林直弘年商は衝撃のゼロ」「学生企業から快進撃」「フランチャイズで全国制覇を果たした実績とノウハウを武器に虎の子のビジネス拡大を支える」 サービスですよフランチャイズの方が志願者に試練を与え物語を新しい未来へと導くその時のなんか表情というかどやってる感じがい怒い、ねうん、やりすぎなんだよ自信がある感じが出てますよ <laughs> あ<の>出てるう,うちの前のキムチのうまいっすみたいな、あのー、100食ぐらいキムチいただかさせていただいたんですけども韓国のキムチは薄いんですよ 味がね、味が薄いですよ。はい。日本のキムチは味が濃くて酸っぱいですよ。なのでサンドにするにははい、あの間違いないですよね。え、サンドリするにはどこのキムチがいいんですか？あの家の前の。え、単品で食べるにはどこのキムチが美味しいんですか？単品で食べると家の前のキムチがうまいですけど、でサンドリする。サンドリしたもちろんうちのキム。もちろんかい。サンドリ。ズレたわ。もちろんビックリサンドリ美味しいじどっちも美味しい。めちゃめちゃ面白い。 自分でキムチ作ってねえところがある。マジで。この自信はすごいですよ、ね。偶然。偶然生まれたところの家の前のキムチが。うまいんですよ。<laughs> そういうのある、ありますよね。ううね運命ですね。そういうのありますよねし。しかも仲悪かったんだもんね。めちゃめちゃ仲悪いそ。それが10年おきで話してみたら。うめえじゃんみたいな。<laughs> 俺は十年いろんないろんな韓国にキムチ食べたけど、どこが一番美味しかったんですか。あの家の前のキムチ。<laughs> んか家の前のキムチはそのまあ言っちゃいけないんですけどお子さんがいてボールをバン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 僕の家に当てるんですよおおんか下町っぽいななるほどねはいはいはいでこう見たりしてうざとか思ってたまってたまってたまっていってもう買いに行こうと思ってとりあえずら見せようと思ってら見したら「うお」みたいな「買うの?」みたいな「いいの?」みたいなんか変わって1,000円出したら1 5キロぐらい。 1> 1点まあ、うん、1キロ半ぐらいはいただけるっていういや本当はいいあの何キロくらいでホ本当は1000円でああ多分8 0 0ムぐらいなんです、ね、なるほど倍ぐらいくるんそうなんですよ子供がボールを当ててたからああそれは多分関係ないですけどじゃあんで出したんだよそのエピソード <laughs> 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 あのだからそれが強みじゃないですか株式会社アドヨス代表高澤優希イスラエルの大学院で学んだ後広告業を主軸にビジネス展開 一人会社を年商数億円規模まで育て上げる実績を持つ。モットーは責任ある自由人。誰にも縛られない発想で、タイガーファンディングにパラダイムシフトを起こす。それが強みじゃないですか。<う>で、はい。また仲悪くなっちゃう可能性ってないんですか。あ、もうないですね。それはないですか。はい、これからは、きっちかやるとしたら、はい、金沢さんが。はい、えっと、その方と一緒に、こう、あの、その方から仕入れるわけですよね。あそうです。 必ずいい関係で安く仕入れられるっていう。はい、もちろんです。はい。もちろん。はい、もちろん。はいや、わかそれで金沢さん儲け始めたら低価取るかもよ。ああ。危ねえぞ。まあ、その時はその時で、はい、あの、ちょっと肩、肩でも触って、どうですか最近。<laughs> 昔ながらやなぁ。冷蔵庫ービスしてくって,って,って,ってそうそう気持ちムあの、凍らし、本当はサンドイッチに凍らしたキムチを入れたいんですよ。ほう 凍らしたキムチは甘くて、はい、僕からしたデザートみたいな感じで。は<ー>だからキムチは本来は凍ってるちょっとシャーベット状のキムチを食べるのがいいですね、食後に。なるほど。食後に食べたらうまいんですよ。サンドにするにはサンドにしたら、あの、またサンド行ってたんで、サンドされるんで、うん、あの、サンドイッチもみたいな感じになっちゃうんで、あの、それはサンドでやらさせてもらいます。あの、キムチサンドで全国もあります。滑ってっかな。<laughs> お前滑ってるかね <laughs> やらしてくださいいやけどなんかあの初めのイメージは変わってきてだんだんこうなんかいいキャラしてるなっていうか人気天使だか人気社長になりそうなオーラ感じますねこのサンドイッチ一つ作るのもでもちゃんとねなんかさっきも言ってたけどあの食パンも選んできたんだねあそうです、ね、それ食パンは何色食,食べたの食パンですかうん選ぶのに選ぶのに四色ぐらい食べましたねーーってあるんですけど〇〇、うん、の食パンはあんまり美味しくなくておー、うん、おー,おー,おー 喧嘩売ってくるなそこは美味しくないはいあとはあるんですけどそこで買ったりまあいろいろ買ったりしてますそこは美味しかったんですかそこはまあまあまあぼちぼちですねいい線いってた一番美味しかったのは一番美味しかったのはまあ非常識なパンいやいいねいいキャラしてるねんかあの本当にガキ大召感がすごいっすね <laughs> 僕ジャ,イジャイアンって言われてたんですよジャイアンだろうね,ろうねどう見てもジャイアンだろう<ー>は<ぁ>ただ一つ去年ちょっとお父さんがコロナくなくなっちゃっておまけにお兄ちゃんも植物人間になっちゃったんでえ,えなんでお兄ちゃん,なんでお兄ちゃんはちょっと食べ過ぎで糖尿病みたいになってお<ー>で今日は救急車運ばれてで今年の正月1月1日にお母さん階段から転んでめちゃめちゃになっちゃったんで家が。 これはちょっとやばいなと思ってちょっと授業を始めないとっていう感じであの今の所存なんですけどでやっぱ親父にちょっとあの親孝行もあんまりできてなかったのでなみなみならぬ思いがありますねじゃあこのキムチサンドにそうですね急になんか涙できたり何も考えてないのに、うん、そういうなんかことをきたりするんで自分で行動しないと上にはまず上がれないので。お母様は 今はいらっしゃるんですか。お母さんは今はいに。の今回ここに来られるときに、えっ、ー、とこの事業プランっていうのはお母様には何かお話ししました。あ,あ、そうですね。今日キュウリが大きいよとか言われて、あのちょっと来たときに手伝ってくれたりしたんですけど、全然やってみたらみたいな。応援している感じなんですね応援している感じですね。金沢身長いくつ？176ぐらいですね。体重は？115キロです。キッチンカー入る？あ、入ります。 え,え、はい、キッチンカーってマジで狭いよ中入ったんですけど、うん、あの200リッターのタンクを今はちょっと法律が厳しくなってあの200リッターのタンクしか置けないんですよ、うん、でその中で僕と一、まあ、人アスカちゃんっていう、まあ、従業員の女の子を入れる予定なんですけど、うん、アスカちゃんっていう従業員の女の子いるのはいいど <laughs> どんんななドドドヤヤヤ顔顔顔やね <laughs> すごいドヤ顔だった アスカちゃんんは何なでですか彼女ですかいやあの友達が紹介してくれた女の子なんですけど、はい、パン屋さんやりたいみたいな時給1,000円でも来る現実なんで、うん、これでも時給1,000円出してあのキムチサンド作りたいっていうのが事実の現実なんですよ。分かったよ、はい、<laughs> 事実の現実ってなんだよ <laughs> キッチンカーはやっぱりその大阪のえー、と、うんうん、大学の前とか,か近畿大学の中とか入ったりして、うん、あの要請が来るんですよ今いいよとかあの2000円で 2000円なんで2000円敷地代払ったら、うん、あの大体8時間ぐらいはあのあの売れるのかなと思う結構高くないでも大学生からしたら800円で結構買う人いますよだってロだ、ね、ロックビラで1000円なんでロックビラはほらもう名実ともにキムチサンドの名店じゃないはい 白まあ、パッと見進行勢力じゃんそ何で,、ね、で売れるんだよ800円でボリュームあったら、うん、絶対あの学生とかが飛びついてくるっていうのを僕知ってるんですよ知ってるねんですか <laughs> この自信迎えの,あの近畿大学の前が食材さんがあるんですけど、うん、オムライス900円とかで20食とかいってもうすぐ売れてますもんね1時間ぐらいで、うん、オムライスはだって美味おいしもうでかいしさ全然でかくないですよでかくないんだ <laughs> じゃあ勝てるわわ、はい、からんもう 僕にに任してくれたらあの絶対に頑張りますよろしくお願いしますユニークなキャラクターで虎たちの心をわしづかみにする志願者和やかな空気感で進むタイガーファンディングしかし未だ札束は動かない次回物語は後半戦へ男の挑戦その一部始終を目撃せよ ガがガン売っていきたいんですよ <laughs> お手伝いしてください表情がいい